はい、どうもこんにちは。今回はある不思議なセミの話をしましょう。今ここに2種類のセミの絵を描いたんですが、実はこっちのセミ、13年ごとに大量発生するセミ、通称13年ゼミってやつです。そしてこっちのセミは17年ごとに大量発生するセミ、17年ゼミってやつ。はい、今言ったこともう一度書いておきましょう。はい、13年とか17年ごとに大量発生する種類の、セミがいると、このね、大量発生っていうのはつまりあるタイミングでバーッとね、成虫になってセミが、溢れ返って、でもまた次の年とかにパタリとね、その姿を現さなくなって地上で見なくなるわけね。でまた13年とか17年後に大量発生する、でまた姿を見なくなる、大量発生する姿を見なくなるっていうわけです。セミなのでもちろん、ね、その姿を見てない期間っていうのは、幼虫となってね、土の中に眠ってるわけなんだけども、その地上に出てきて大量発生するそのリズムが13年だったり17年だったりするわけね。そのリズムのことをよく周期って言うんだけども、その動物とか昆虫が周期を持つこと自体はそんなに不思議じゃないのね。どうしてかっていうと、ある程度その個体数が増えるタイミングを揃えた方が、パートナーを探しやすいからとか、この動画を見てる視聴者の大半が周期とか全く関係なくね、パートナーを探しにくい人だと思うんだけども、どうかね、気を落とさず最後まで聞いてください。はい、なので周期を持つこと自体が不思議なんじゃなくて、なぜその周期が10とか12とか14とか15とかではなくて13年とか17年、つまりこの数字何か見覚えあるよね。素数ってことね。どうして素数なのかと、これが今回のポイントになります。そしてこの13年ゼミとか17年ゼミ、どっちも素数年の周期を持っているので、どっちまとめてね、素数ゼミって言われたりもします。なので今回考えていきたいポイントはこれ、なぜ素数年の周期を持つのかと。このことについて考えていきたいと思います。しかしですね、この謎は完全に解決されたわけじゃないので、今のところ有力な学説の候補を2つだけ紹介したいと思います。じゃあ1つ目からいきましょう。はい、ということで説の1つ目がこれ、捕食者を避けるためと。つまりセミってすごく弱っちいからすぐに食べられちゃうんでね、天敵にターゲットにされやすい。その天敵の代表例が例えば鳥。鳥もまた動物なので、普通は2年から5年のね、周期を持ったりするんだけども、ここでは例として3年周期を持つ鳥と4年周期を持つ鳥の絵を描いてみました。すごく可愛いでしょ。そして素数ゼミの代表として今13年ゼミ君に来てもらいます。で今ここにね、年を描いたんだけども、例えばじゃあ最初に3年周期で、多く現れる鳥が多く出てくる年に丸をしていきます。スタート地点は揃えているとして考えていきましょう。もちろんこれは3年、6年、9年、12年、15年、18年というふうに3の倍数の年に多く出てくるわけだよね。次に4年周期の鳥が多くね、現れる年に丸をしていきましょう。これをじゃあ黄色で書きます。4年周期の鳥が多く出てくるのがもちろん4、8、12、16、20なわけです。もちろん4の倍数で多く現れる。じゃあ最後にこの13年ゼミが大量発生する年に赤丸をしていきましょう。ここの期間は全く姿を現さずに13年の時にようやくポンと顔を表すわけですね。ここです。そして今この丸を見たらすぐ分かると思うんだけども、13年のこの大量発生した年ってちょうど黄色丸でも青丸でもないから、捕食者の数は少ないよね。ちょうどぶつかっていません。多く現れるタイミングとぶつかっていない。だから13って年はすごく都合が良くて捕食者が少ないと。はい、嬉しいよねということになります。ここでさらに考えていきたいのが、ずっとぶつからないわけじゃないよね。もちろんこの20の先も本当はあるわけだから、じゃあ何年に一度その多く現れるタイミングがぶつかってしまうのかっていうのをちょっと考えてみましょう。何年に一度ぶつかるか。例えば13年ゼミとこの3年周期を持つ鳥が出会うタイミング、大量発生するタイミングが重なってしまうタイミングを考えてみたいと思います。これちょっと一緒に考えましょう。もちろん13の時にはぶつかりませんでした。次に大量発生するのは26だよね。26、3の倍数じゃないので、この青丸はつかないはずです。じゃあさらにその13年後は39。39は3の倍数だからちょうど青丸が本当はつくよね、続き書いてったら。なので
こいつらは39年に一度そのタイミングがぶつかるわけです。39、はい。そしてじゃあこの13年ゼミと4年周期を持つ鳥くんがぶつかるタイミングがいつかを考えてみましょう。13と4と、これは39でもぶつかりません。4の倍数じゃないから。さらにその13年後は52だよね。52は4の倍数なのでそこでぶつかります。52と、はい。この数何か特徴はないでしょうか。特徴は39も52も、これはいわゆる13と3の最小公倍数、13と4の最小公倍数になってるよね。そのことちょっと書いておきましょう。こいつらはどっちも最小公倍数と、はい。そしてポイントは何かっていうと、素数って最小公倍数が大きくなる傾向があるんだよね。するとどうなるかっていうと、捕食者に出会う機会が減るよね。だからまあ救われることが多いと。なので13年の周期を持つセミと17年の周期を持つセミがまあたくさんいるということになります。例えばじゃあ素数じゃないもので考えると、12年周期を持つセミってのはめちゃくちゃぶつかっちゃうんだよね。12年のとこでだってね、ぶつかっちゃうもんね、3と4のやつと。だから12年に一度ぶつかってしまうので、これよりも全然機会が多いよね。だからすぐ食べられていなくなってしまったと考えられるわけです。なので、まあ、残ったのがこの13年周期と17年周期のセミだろうと。これが説の一つ目です。捕食者を避けるため、まあ結構ね、それでも納得ができると思うんだけども、もう一つの有力な説があるので、それを紹介しましょう。はい、ということで説の二つ目がこれ、交雑を避けるためと。交雑っていうのは、異なる種が交配して雑種を作り出すことなんだけど、ここではセミを例にとって詳しく説明していきたいと思います。例えば、15年周期を持つセミがいたとすると、昔は本当にいたかもしれません。15年周期。そして、18年周期を持つセミがいたとすると、こういった異なる種が交配するケースについて考えましょう。そうして作り出される雑種は、もしかしたらこの15と18の中間みたいな16とか17年周期のセミになるかもしれないよね。こういうのが交雑っていうんだけど、この交雑は生存戦略としては損なのね。結論から言うとです。その理由を、ね、今から話していきたいと思います。例えば15年周期を持つセミ同士で交配すれば、次の15年後にまたセミが大量発生するわけだね。18年周期の方も全く同じ理由で、次の18年後にまた大量発生できる、18年ゼミがね。ただここが出会ってしまって、大量発生する期間がたまたま同じになって、ここが出会ってしまって交配が起きる、交雑が起こると、何が生じるかっていうと、15年同士だったらまた15年後に、18年同士だったら18年後になる、大量発生するはずだったのに、ある割合のやつだが別の周囲とね、こうやって交配することによって、本来15が生まれるはずだった、18が生まれるはずだったセミの一部がこれになるんだよね。そうすると本来想定される数よりも相対的に減っちゃうでしょうと。15になるはずだったセミが、その一部が16と17のセミになっているわけだからね、実質的に。なのでこれ15の個体数とか18の個体数は減っていくと。だからまあ絶滅につながっていくって考えられるわけね。でここで今個体数が減ったからまあ絶滅って言ったんだけど、単にこういった交配が起きて個体数が減ったからも絶滅というよりかは、個体数が減るっていうのは自分たちが想像するよりもはるかに実は悪い効果があるので、それをちょっと説明しましょう。ポイント、個体数が減るっていうのはつまり群れとしての密度が小さくなることでしょう。この密度が小さくなると実は悪いことが大きく分けて2つあります。1つが単に捕食されやすいということ。数が少ないと特定の個体が捕食されやすくなっちゃうもんね。そしてもう一つが、数が少ないから配偶者が見つけにくいと。つまり個体数が減るっていうのは自分たちが想像するよりもはるかに早く絶滅に進んでいってしまうわけね。で今この15年とか18年の周期を持つセミが出会うタイミングについて考えたんだけども、この周期を持つセミが出会う可能性があるのは何年に一度でしょう。15年と18年の、まあ、15と18の最小公倍数である90でね、まあ、つまり90年に一度こういう機会が訪れてしまう
だけど、これは結構数字の組み合わせ的には、まあ、頻繁に起きてる方なのね。例えばじゃあ今自分たちが見られるような素数同士の組み合わせ、13年ゼミと17年ゼミの大量発生が被る期間っていうのは、被る時期っていうのは何年に一度かっていうと、これ13と17の最小公倍数である221年に一度しか起きないのね。こんな風に交雑する機会が多くないから、こういうね、まあ、損することがない交雑が起きないから、まあ、結果的に生き残った、自分たちが今目にするそのセミ、周期を持ったセミっていうのが13年と17年なんだって説明がこの説2になります。まあ、人によってはね、まあ、数が大きい素数の方がそういうね期間が減るんだから、もっとね大きい素数、例えばまあ19とかいいじゃねえかと思うかもしれないんだけども、まあ、やっぱり、ね、それは生物だから、その土の中に幼虫として入れる期間とかはある程度決まってるわけです。もちろんそれは短すぎてもダメだろうし、栄養足んなかったりして、長すぎてもいろんな要因でダメなわけね。だからまあそのある区間の中でちょうど良かった素数っていうのが13と17だったとね説明ができるわけです。これがまあ有力な説の、1つと2つです。いかがだったでしょうか。ちなみにですね、これは完全に余談なんだけども、超最近の経過で13年ゼミと17年ゼミがまあ交雑した、まあその痕跡が見られるって証拠が見つかって、ただそのね、それをよく分析してみると、実は13年ゼミと17年ゼミが交雑してもその周期は大きく変わらなかったって研究がね実は最近あって、なので何かねその交雑が起こってもその中間の種が生まれるってよりかは、何かその固有の周期が保存されるような自分たちが知らない遺伝子の何か機構があるっていう風にね考えられてたりねします。まだまだね不思議なことがたくさん集まっている分野なので、興味持った人はね、ぜひ詳しく調べてみてください。ちなみに伝えたかったメッセージはもう一個あって、これ生物の研究なんですが、まあ、見た目はね、実は結構数学を使って研究されていて、どうしてかっていうと、こういうふうな自然淘汰とか進化にまつわる、まあ、研究って、何か実験しようと思っても、今言ったみたいにね、例えば13年とか17年のセミが、その大量発生する期間が被る、大量発生するのが被るのが221年に一度と。だからまあ、一回実験してみる。まあ、失敗した。もし次は221年後だっていうふうには、まあ、人間できないので、だからまあ、数学を使った確率的なね、そのシミュレーションをしてみたりして、自然淘汰とか進化のね、シミュレーションよくね、してます。そうやってね、研究もするので、ね、数学が好きな人はね、こういう分野にもぜひね、目を向けてみてください。ということでね、今回の話どうだったでしょうか。楽しかったですよね。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業は少し面白かった、役に立ったなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。特にチャンネル登録しておかないと最新の動画を見逃すので、チャンネル登録まだしてない人は必ずねしておいてください。ということで、また次の授業動画でお会いしましょう。さよなら。